遥かのミリタリーニュースです。最後までご覧くださいね。こんにちは、遥かです。今日は有事を想定しお色直しをした空自 UH-60J 救難ヘリ、白と黄色の塗装では目立ちすぎるをお届けしますね。陸海空自衛隊すべてが保有する唯一の航空機がある。米シコルスキーエアクラフト社が開発した UH-60A ブラックホークを元に改良した UH-60J ヘリコプターだ。航空自衛隊が昭和63年度予算から V107 救難ヘリの後継機として調達を開始したのを皮切りに、海上自衛隊、陸上自衛隊が続いた。空自が保有する UH-60 の役割は救難活動だ。墜落したり不時着したりした空自戦闘機のパイロットらが海や山奥に取り残された際、生存可能時間内に駆けつける。捜索レーダーや赤外線暗視装置などを装備した U-125A 救難捜索機が避難場所を探し出し、 UH-60 に連絡して救助につなげる。 U-125 経由で現場の状況を指揮所に報告し、新たな指示を受ける。自衛艦だけでなく、転覆した漁船や遭難した登山客などを救い出すのも UH-60 の使命となっている。 V-107 と比べて UH-60 の大きな利点はオートパイロット機能だ。空中で静止するホバリングを自動で行うほか、搭乗員が静止位置を微調整することもできる。暗い中で遭難者を捜索するナイトビジョンゴーグルにも対応している。空自への導入当初は白と黄色を基調とした塗装だった。目立つ色にすることで遭難者がヘリコプターを発見しやすくし、パイロットに自分の位置を知らせることを可能にするためだ。ところが平成17年以降、 UH-60 は海の上で目立ちにくい濃紺の洋上迷彩に塗り替えられた。塗装変更のきっかけの一つが、11年3月に能登半島沖で不審船事故を起こした北朝鮮や強引な海洋進出を進める中国の脅威だ。有事やグレーゾーン地帯の下で活動する際には救難ヘリコプターも攻撃を受ける可能性がある。白と黄色の塗装では目立ちすぎて敵からすぐに発見されかねない。航空自衛艦の一人はこう解説する。洋上迷彩は冷戦後の日本が置かれる厳しい安全保障環境を反映しているというわけだ。とはいえ、遭難した登山客や漁船を救助する任務も空自に期待されていることに変わりはない。今年7月末現在で空自救難隊は2447件、計6539人を救助している。救助活動で UH-60 パイロットが最も緊張を強いられる場面の一つが夜間の海上救難だという。荒れた波の上で漁船乗組員をワイヤーなどで吊り上げるホイスト救助を行う場合、漁船甲板が揺れ動くため微妙な機体コントロールが要求される。それが困難であれば真っ黒な海の上に救難員を降下させることもある。パイロットが自分一人で遭難者を助けられるわけじゃない。やはり人間だから、パイロットと救難員が日頃から酒を飲んだり遊びに行ったりして気心を知ることも大事だ。ある UH-60 パイロットはこう明かす。空自パイロットの救助と遭難者の救助、二正面作戦を強いられる空自救難隊のモットーは他を生かすためにだ。聞く人によっては優等生的に響くかもしれないが、数々の修羅場をくぐり抜けてきた UH-60 パイロットにとってこの言葉は真実味を持って迫ってくるようだ。ネットの反応。要救助者側からヘリが見えてもあまりメリットがないんじゃないか。それが必要で敵の危害の及ばない範囲ならディスコライトでも点滅させてればいいし、要救助者がよく見えるのは必須だけど、これもやっぱり敵がいると一概に目立てばいいってわけにもいかないね。要救護者側から視認性が高いというのはそれなりに重要じゃない。特に夜間に救難員が降り立った後のことを考えると、いや、だからそれならライトでもつければいいだけです。海自は赤だったけど、あれは単に空自と差別化するためだけか。イギリスは真っ黄色だな。航空救難団は有事の際には敵勢力圏内でも救助活動するからね。しかし今の時代になっても軍の塗装は試行錯誤の連続ってのが興味深いよね。 US2 は夜間の海上救難はできるの？海象が許せば夜間着水もお手の物よ。
探せば腰つべに動画も見つかる。 US2 は格納式の FLIR が標準装備だし NVG にも対応。 HUD に着水支援システムの情報が表示されるようになっているらしい。操縦者の技量がよほど高かったんだろうが、錦台艇も夜間着水をしていたと読んだことがある。目視以前に普通にブレードの爆音で気づくだろって。整備士が塗りやすい塗装にしてあげて。漂流物があれば撃沈だしな。夜間着水できないわけじゃないが、なるべく避けたいわな。まあ US-1-2 は水陸両用だから、設備のある飛行場に夜間着陸すればいいけどね。漂流物がクリアできない常用なら昼夜に関係なくダメだと思います。だから東日本大震災では使えなかった。昼間と違って夜間は漂流物の目視もできないしな。離水でも10日完成した輸送船のマストにぶち当たって錦台艇が爆破墜落してる。実際の時に救難のパイロットへ、洋上迷彩かっこいいですねって言ったら、塗り直し用に白と黄色を新しく買う予算が下りなくて余ってた F2 用の塗料になったんですよって言われた。冗談なのかマジなのか悩むわ。隊員、白と黄色のペンキ買ってください。長官、これからは洋上迷彩にすることになった。隊員、迷彩だと煩わしい人がいるので白と黄色がいいです。長官、じゃあ予算あげない。マジだろうな。以上、はるかがお届けしました。他の動画も見てくださいね。はるかです。最後までご視聴いただきありがとうございました。あなたの応援が励みになりますので、チャンネル登録をお願いします。スマホの方は画面下のチャンネル登録ボタンから登録をお願いします。またグッドクリックやコメントもお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょうね。